どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は、2つですね、2点こう部屋の中をブラッシュアップしていこう、住み心地のいい部屋にしていこうということで、まあ、そんな動画をシェアさせてもらいます。で、なんでそれをするかっていうことをちょっと前置きを話させてもらいたいんですけど、僕ここ1ヶ月ぐらいで、まあ、ちょっと不調なんですよ。で、何が不調かって言ったら、まあ、仕事面ビジネス面が若干不調です。で、まずいなと思いながら、その僕が尊敬する人にこういろいろ話を聞いていました。で、その中の1人にこう、まあ、全然信じなくてもいいんですけど、見えてしまう人がいます。はい、見えちゃう人がいます。カーテンだったり布団だったり、そういったものに関しては黒はもう絶対的に良くないそうです。で、絶対的に良くないカラーにしてしまったがために、多分僕はね、まあ別にそういうのを本当信じなくてもいいんですけど、僕もそういったスピリチュアルなことを取り入れてうまくいった経験があるので、僕はまあ信じてるわけなんですけども、なのでそういった話を聞いて、あ、まずいなと思って、もうカーテンはですね、ペンって全部取り外しました。なので今から新しく買ってきた、新しく用意したカーテンをつけていきたいと思います。はい、東急ハンズさんで買ってきました。このカーテンでございます。色は何グリーンでしょう。ライムグリーンがちょっとわかんないですけど、まあグリーンを買ってきました。詳細はこちらに書いてあるんですけど、ザ・カーテンと。で、防弾、遮光1級。で、こんな感じです。で、僕も黒カーテンにした理由が、その視聴者の方にどういう色がいいですかっていうアドバイスを求めて、その中に、まあ、黒っていうのがあって、あ、ちょっとやってみようって思ったんで、まあ、そうやったわけですよね。なので、こう、他人軸でやっちゃってたっていうのがある。そこが僕のまずはミスかなっていう。自分の気持ちとか心に従って、このカーテンを選んでいれば、もっと違う結果になったのかなっていうのが、すごい反省しまして。なので、今回は完全に僕が、あ、これいいな、このカーテンいいなっていう、なんかこう見るだけで心が軽くなるようなカーテンを買ってきましたんで、ちょっとこれでまた部屋の雰囲気とか変わってくれたらいいなって思います。はい、じゃあ早速つけていきましょう。3個足りないですね。あ、でもまだ朝の8時で、まだ100均が空いてないので、この上にくっつけるやつはちょっと後で、はい、この撮影が終わった後に買いに行きますんで、はい、ちょっとまだこれプランプランした状態で撮影は続けます。あ、でもやっぱすごくいい色です。なんか心が軽くなります。わ、すごい、カーテン塗るってやっぱ大事なんだな。ちなみに表面の素材っていうのはこういった感じになってます。こう無地というか、細かくこう白と緑がなんか混ざってるような、そんなおしゃれな感じです。そう、こういった濃い緑もいろいろあったんですけど、ああいうヨガマットみたいな色もあったんですけど、やっぱり大きな面積なので、もう濃いよりかは薄い色がいいなと思ってこの色にしました。で、あとこのカーテンにしたポイントは、新宿の東急ハンズをこうトコトコって歩いて、カーテンコーナーパーって見てたら、もう何百種類以上バーってあるんですけど、その中でパッと目に入って、お、これいいじゃんって思った第1のやつを買ってきました。他の人がこう言ってたからっていうのじゃなくて、自分で選んだものなんだっていう、なんかその納得っていうか自信みたいな、そういうものがありますね。なんか、うん、はい、次はこちらのデスク周りなんですけども、よいしょ、ここです。モニターを支える台があるんですけど、やっぱこの台とこの端の部分が狭いんです。なのでノート1冊置けません。なのでこうメントレノートこうやってバーって書いてる時に、こう下にこうえって書けないんで、こう移動してこう下まで書いて、で上書く時っていうのは逆にこの段差が邪魔になるので、こうよいしょって下にずらして、なので行ったり来たり行ったり来たりさせてます。なのでそれがものすごい不便なので、これはちょっと取っ払いたいと思います。アマゾンさんで注文したベステックっていうモニターアームですね。はい、2、3000円なので結構安めにゲットできました。あ、結構いかついですね。そしてパーツが多い。Actually, Blackbird.
すっきりしました。お、やっぱ高さ調節もできるのもいいですね。今までその前使っていたこの純正のアームじゃなくて足は高さが決まっていたので、もうちょっとこう画面が下になったらいいのになって思ってたりとか、その上の方で文字打つときっていうのは目が上に行ってたんで若干こう疲れてるというか不自然な体勢だったんですけど、今回こうやって高さ調節できるので全体を本当楽な姿勢で見れるようになったと思います。で、上げておいてここら辺をこうしまってで、これで作業できるので、あ、いいですね、広々使えて、あー、よかった。そう、これがやりたかったんですよ僕。このちゃんとこれがやりたかったんですよね。はい、ということで今回はカーテンとパソコン周りをブラッシュアップしてみました。でもやっぱりなんて言うんでしょう、自分の直感に従ってこうゲットしたものなので、自分軸で選んだものなので、やっぱりすごく気持ちがいいし納得がいくし、うん、OK って感じがします。ちょっとよくわかんないですよね。今回のそのブラッシュアップを見て、あ、ショッピンさんちの部屋またちょっと良くなったんじゃないですかって思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンをお願いします。で、そのとは言ってもその僕の家って正直まだまだ、あ、帰りたいな、あそこに帰りたいなっていう思える部屋じゃないんです。なのでちょっとずつまだまだこれから帰りたくなる部屋っていうのを目指して、このヒュッケな部屋ですよね。そう、ミニマリズムで物がないのももちろん続けていくんですけども、ただやっぱ帰りたくなる部屋、こうヒュッケなお部屋っていうのをちょっとこれからも目指していこうと思いますので、ブラッシュアップな機会があったらまた動画でシェアをさせていただきます。はい、ということで今回のお話がちょっと、あ、そっか、まあ、いたか。はい、ということで今回は以上となります。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。